ブラボー、または、ブラボーは、観客、聴衆などが賞賛の意を込めて発する簡単詞である。日本語では日常生活の中で使用される機械は、稀で、主に文化的な場所や機械、特に、クラシック音楽の演奏会やオペラ上演の際に、用いられる。イタリア語における、ブラボーは、古典ギリシア語由来のラテン語、バルバロスと、ラテン語、プロブスの混拠を語源とし、元は、野蛮な、 凶暴なといった意味の形容詞である。フランス語のブリーブと同源であるが、このフランス語の影響を受けて16世紀以降、勇敢な、有能なといった意味に変化し、次第に良い、素晴らしい、偉大な、優秀な、賢いといった英語のグッドに相当する幅広い語義を持つようになった。展示でよくやった、素晴らしいといった意味の簡単詞ともなり、 特に劇場などで聴衆が演者にかける喝采として用いられる。この語法がフランス語に輸入され、さらに英語、日本語などに広がっていった。フランス語では、喝采、観光などの意の名詞としても定着している。イタリア語における王で終わる形容詞の整数変化に基づくブラボーの変化を表に示す。男女混合の複数が対象の場合には、 男性系複数を使用する原則が適用され、ブラビとなる。ブリーブが使用されるのは女性だけの複数の場合に限られるので、使用頻度は最も低い。フランス語、ドイツ語、英語、日本語などで外来語として用いる場合には、一般にはどのような時でもブラボーのままの形で使用される。ただし、特にクラシック音楽やオペラなどの場においては、 声をかける対象によってイタリア語の整数による語形変化を厳密に使い分けることもある。日本ではブラボーをイタリア語の語形変化に従わずに使用することに対して批判的な人も一部にいる。しかしドイツ語圏、英語圏、フランス語圏などの歌劇場やコンサートでは女性に対してもブラーボーとかかることが多く、それは各種の映像や音声記録などでも認められる。 クラシック音楽の演奏会やオペラの上演において、その内容に対して、称賛や、無別の意を表することは本来は、聴衆の自由だが、ポピュラー音楽に比べて様々なマナーを重んじる、傾向がある。演奏が完全に終わっていないうちに叫ばれる、ブラボーは俗に、フライングブラボーと呼ばれる。また、曲によってはいかに素晴らしい演奏でも、ブラボーを避けるのが望ましいと考えられている場合も、 ある。例えば、レクイエムは、本来死者を悼むためのミサ曲であるため、曲の性格上、ブラボーの声をかけることは自重される傾向にある。また、ワーグナーのオペラなどには、作曲家の意図を表現するために一幕すべてを途切れる、ことなく上演することが一般的な作品もある。こうした作品の公演では主催者側が途中で、拍手や、 ブラボーを入れてはいけないことを観客にあらかじめ知らせることもあるほどで、これが徹底されないと演奏後に主催者側に苦情が寄せられるケースや指揮者が聴衆に対して直接注意を与えるケースも見られる。一方でプッチーニなどのイタリアオペラにおいては、オーケストラが演奏中であってもアリアの歌い終わりで、ブラーボーの歓声や拍手が起きることがしばしばあり。これは必ずしも、 マナー違反とはみなされない。ありがとうございます。